同日、某時刻、検事審査会審議室。皆様、ご静粛に願います。カルマ検事様、ご報告をお願いいたしますわ。残念な知らせよ。ビッグタワー内をすべて捜索したけれど、オークションハンマーはどこにもなかったわ。く、非常に残念ですわ。もう判決を言い渡すしかないようですわね。いやー、そうだよね。凶器を残すなんてヘマ、普通はしないだろうな。そういうの残しちゃうのはさ、一流の犯罪者じゃないよね。くっ、情報が足りない。もう私一人の力では。うんうん、残念だがね、仕方がないね。思い出すな、今まで取引を持ちかけた被告人、僕のことをね、信じてね、洗いざらい喋ってくれてね。いざ裁判でね、無期懲役を求刑してやったらね、彼ら呆然としてね、全員がだよ。あ、ははは、みんなにもお見せたかったね、やつらの間抜け面を。判決を言い渡します。法の言葉、慎んで受けなさい。もうどうしようもない。これで私も三雲くんも。証拠品さえあれば。こんな形であなたに判決を下すことになるとは思いませんでしたわ。ここまでか。被告人、一柳万歳、私はあなたを告発いたします。なんだって。なんだと。ほう、突然どうしたのかね。ここにある事件に関する資料があります。反対向き珍しくない？三鏡。 IS7 号事件、18年前に発生した事件です。資料だと？なぜ突然そんなものを？うん、どうしたの？いや、まさか。事件当日にカードキーの使用記録が残っていた件は、この部屋へ来た目的ですね。もちろんこの資料のためです。もっとも、私が審議室に入ったのは闇オークションが行われる前だったようですが、当初は三剣賢治様の資料のためとお伝えしましたが、あのタイミングで本当のことを言うわけにはいかなかったのです。 IS7 号事件の資料を捜査手帳に記録した。 IS7 号事件の資料、18年前の事件に関する捜査資料、詳細で見られる。どういうことだ三鏡、親父を告発するなんて。何の根拠があって。これは名誉毀損だぞ。素晴らしい発言ですわ、弓彦さん。そう？根拠は当然ございます。18年前において、カルマ高検事は死体の情報を捏造なさいました。彫刻家
兵藤一作の死体が盗まれたからだな。パパが死体の情報捏造、どういうことなの？初動捜査を行った白瀬刑事は死体が消えたと報告していました。ですがカルマ・ゴー検事様を陥れ入れるためにわざと死体が消えた事実を伝えなかった人物がいるのです。なんだと？その人物は自分に逆らう者や力のある者を許しません。自分に従わせるためならどんな手でも使うのです。そして同じく18年前、伊丹院長はある人物から命じられ偽の解剖記録を書いています。 IS75 事件の解剖記録を書いたのは伊丹さんだったのか。待ってください、おばあちゃんは悪くないんです。あの人に命令されて仕方なく手伝ってたんです。あの人？ある人物、それは当時の検事局長でした。18年前の検事局長だと？まさか。パパに初めて処罰を与えた検事局長といえば、つまりは一柳万歳、あなたです。なんてこと言うんだ、親父はそんなことしないぞ。由美彦さん、あなたの意見は必要ありませんわ。バッサリ。一夜なり万歳、反論はありますか？死体の捏造はカルマ君が勝手にやったことだよ。解剖記録の改ざん？伊丹君、そんなことしてたのかい？いやー、僕の知らないとこでひどいことするよね。この場に当事者がいるのだ、直接聞いてみるとしよう。待ってください、おばあちゃんは吐いた。おばあちゃんごめんなさい、私知ってたのだから。だってそうしないとおばあちゃんのことバラすって。犯行手伝わないとおばあちゃんを告発するって。あの男にマスターに言われたんだもん。武藤さんは脅されていたようだな。あなたを脅迫していたマスターは一柳万歳ではないのか？それは分かりません。私が脅されていたのはオークションのマスターです。背格好は確かに似てますけど、やっぱり素顔を知らないから。どんな細かいことでもいい、何か手がかりになる特徴を。そうだ。マスターの仮面って顔が一部だけ露出してるんですよ。そこに入れ墨が彫ってありました。間違いないです。マスターの特徴の情報を書き換えた。マスターの特徴、白いジャケット、白手袋、紫の花、仮面を着用、顔の一部に入れ墨が。入れ墨だと？意義あり。僕には何のことやらさっぱりだよ。
ご覧の通り、顔のどこにも入れ墨なんてないし、それはひげ、それ本物かね。僕とは一致しないよね、これは。彼女を脅していたのは、マスターとやらは誰なんだろうね。あははははは。あなたは法の神の怒りに触れました。発言にはお気をつけくださいませ。神ではなく、彼女自身の怒りに触れたのでは？確かに。かごめ翼も私と同じようにあなたを追っていました。彼女の死は決して無駄にはいたしません。かごめくんが、ねえ、彼女が僕を追っていたって？いやー、彼女のことあまり知らないんだよね。女性にモテるのは構わないが、惚れられる覚えはないな。被害者をよく知らない？それは今までにない証言ですわ。法の神の目の前で正式に証言していただきましょう。そうかそうか。みんなして僕をいじめるんだ。そこまで言うならさ、もういいよ。本気で消してあげるよ。全員ね。御剣賢治様、私もあなたに協力いたしましょう。この機会を逃せば、二度と法廷に立つことはかなわないでしょう。どうかこのチャンスを無駄になさらないよう。うむ。必ず期待に応えよう。それでは、被害者について証言していただきましょう。被害者、かごめ翼について。被害者のかごめくんは、検事審査会のメンバーだったよ。あんまり個人的なお付き合いはないんだよね。どっちにしろ、僕には殺害する動機だってないんだけどね。彼女が何で僕の追っかけをしていたかは知らないけどさ。あくまで罪を認めるつもりはないのだな。当たり前だろ。親父が犯罪者なわけないんだ。だって俺の親父だぜ。誰よりも一流なんだから。はいはい、弓彦。かばうつもりなら、ちゃんと根拠を示そうね。うん、わかった。俺も親父の濡れ衣を晴らすよ。親父、俺、信じてるからな。御剣賢治なんて負けるなよ。うん、本当にお前は、純粋だね。あの人、お父さんのこと大好きなんですね。ここにいる人たちみんなお父さん大好きだから。だけど、父親の過ちを受け入れないことは許されないわ。どんなに尊敬していたとしても、ね。どんなものであろうとも、罪は償わなければなりませんわ。戦いに行くのか、この人たちは。一柳君には酷だが、一柳万歳の罪は見過ごすわけにはいかない。追及開始。被害者かごめ翼について。
被害者のかごめくんは検事審査会のメンバーだったね。揺さぶります。検事審査会のメンバーならば被害者とは顔見知りということだな。まあ本当に顔だけ知ってるくらいなんだけどね。しょっちゅう会ってるわけでもないし、あんまり個人的なお付き合いはないんだよね。揺さぶります。被害者のことをよく知らなかったというのか。そりゃそうだよ。かごめくんの手にやけどがあることも知らなかったし。やけどのことを知らなかった？だってさ、仲良くなってもすぐ僕の前から消えちゃうから。もうね、覚えるのも面倒だよね。すぐに消えちゃうんだからさ。彼に逆らった人物はことごとく消されているということか。被害者の火傷について証言に加えていただこう。彼女の手に火傷があることも初めて知ったくらいだよ。揺さぶります。被害者の火傷について知らなかった。本当だろうか。しつこいね君も。僕が女性の手の傷をいちいち気にするとでも。彼女の火傷の跡は目立つと思うのだが。そういえばかごめ翼は普段から手袋をつけていましたわ。私も火傷については事件が起こるまで知りませんでした。かごめ翼は普段から手袋をつけていた。やっぱりさ、火傷の跡は隠しておきたいんじゃないかな。女性の繊細な気持ち、僕はわかるな。その繊細な気持ちとやらを証言に追加していただこう。いつも手袋をしていたのは火傷を隠したかったのかもしれないね。揺さぶります。いつも手袋をしていたことは知っていたのだな。まあね、トレードマークだったから。あれ、ただのおしゃれじゃなくて火傷の跡を隠してたんだね。そっちの彼女も包帯の下に隠してるんじゃないかな。え、私何も隠してません。隠してると思うな。犯罪者の素顔ってやつをね。その言葉、貴様にそのまま返そうではないか。犯罪者の素顔、今ここで私が暴いてみせる。ははははははは、面白いじゃない。やれるものならやってみなよ。かごめ翼は普段から手袋をつけていたか。気になるな。証拠品を見直してみよう。どっちにしろ僕には殺害する動機だってないんだけどね。揺さぶります。仕事上で何かのトラブルのようなものは。あはは、はありえないね。なんたって偉いからね僕。彼女が優秀だって報告は受けていたよ。だけどね、身分違いっていうの、あまりお話できなかったんだよね。だからといって殺人を犯さない証明にはならないな。そりゃ偏見ってやつだよ。だってほら、君は犯人の味方だしね。かごめさんの方は会長に興味があったようですが。それね、不思議だよね。僕にはとんと心当たりがないよ。
あれだね、動機がないんだからこの推理は成立しないね。彼女がなんで僕の追っかけをしていたかは知らないけどさ、揺さぶります。被害者があなたを追っていた件、心当たりはないのだろうか。心当たりね。親父は男前だからな。お前いいから出てこなくて。そうだね、数々の女性が現れては消え、現れて、いや消えては現れだった。ふふん、お前なんかじゃたどり着けない極地ってやつだ。この人は誰なの母親ってことになる。確かに一般人には到底たどり着けませんわね。数々の人間が現れては物理的に消える日常には。じゃあさ、三鏡君も消えちゃうのかな。ふ、その前に貴様の日常が今日で消えてしまうだろうな。そうか、そうか、今日でしまいか。くくくくく。被害者の情報を整理しなければな。何もわからないというのなら証拠品を見直してみることね。先ほどまでとは違う事実が見つかるかもしれないわ。メイ、協力してくれるのか。私は一条美久のために言っている、あなたのためじゃないわ。メイなりに三雲君を心配してくれていたのだな。じゃあ一周したので突きつけよう。いつも手袋をしていたのはやけどを隠したのかったのかもしれないね。ここで突きつけます。ぬいぐるみ、会話をしている片方にはやけどがあった。これを突きつけます。かごめ翼は普段から手袋をつけていた。それが事実だとすれば大きな矛盾が生まれる。大きな矛盾ね。もう一度このぬいぐるみに録音された音声を聞いていただこう。このと、すぐに誰だか分かった。隠しきれまい、そのやけどは。だんまりか。今まで復讐のチャンスを狙ってたんだ。じゃあ。我々は、これを被害者が殺害される瞬間だと思い込んでいた。すぐに誰だか分かった。隠しきれまい、そのやけどは。この発言をした者が犯人だと考えていたのだ。それでいいじゃない。何か問題でもあるのかな。ふ、問題は大ありだ。被害者がもともと手袋をつけていたのなら、手の火傷など見えたはずがないのだからな。手袋なんてすぐに外せるじゃない。オークション中は外してたのかもよ。それは、そんなことはありません。カゴメさんと入れ替わるとき手袋をはめているのを確認しています。殺害前には手袋をしていたはずです。何を言い出すのかな。君、自分の立場分かってるのかい。私もう怖くありません。おばあちゃんがついてるから。
万歳、お米さん、いい加減年貢の納め時だ。どうやら君たちも消えたいみたいだね。永遠にひげが燃えたので動揺した。今消えるのは我々ではない、貴様だ一夜なき万歳。こら親父になんてこと言うんだ。やけどの跡が見えなかったくらいどうだっていいだろう。そうはいかないのだよ。やけどが見えていたという状況が逆転するのだからな。なんなんだよ。被害者のやけどが見えなかったら何がわかるって言うんだ。選択肢、犯人にもやけどがあった、被害者にやけどがなかった、やけどの跡がなかった。選択をします。犯人にもやけどがあった。一柳くん、発想逆転したまえ。被害者が手袋をしていたならば、やけどの跡は見えない。ならば、誰のやけどが見えていたのか。被害者以外のやけど？そう、犯人にもやけどの跡があったのだよ。つまり、すぐに誰だか分かった。隠しきれまい、そのやけどは。この発言をした者は犯人ではなく被害者だったのだ。なんだと。意義あり。弓彦、ちょっとどいててくれるかな。三剣くんさ、今までの推理って全部想像上のものだよね。兄にやけどがあったって、どこにあったのかな。それがわからないと君の推理は成り立たないよね。兄のやけどがどこにあったのか、やけどの跡なんてどこについていたのでしょう。オークション中は皆さん姿を隠していたのですよね。うむ、オークション中は全員特殊な格好をしていたはずだ。その状態でもやけどが見えたということは。さあさあ示してもらおうじゃない。兄のやけどはどこにあったのか、その根拠さ。選択をします。根拠をさ、どこだっけな。これでもない、あれでもない。ちょっと待ってね、どこだっけな。あ、これか。マスターの特徴、白いジャケット、白手袋、紫の花、仮面を着用、顔の一部に入れ墨が。これを突きつけます。オークション中にマスターが着ていた服装、つまり貴様が着ていた服装がその根拠だ。あはははははは、服装で何がわかるって。上下のスーツ、白手袋、仮面。マスターの格好はほぼ肌が露出していなかったようだ。しかし武藤さんの証言によると、マスターの仮面は顔の一部が見える作りだったらしい。しかもそこに入れ墨が彫ってあったようだが、それは火傷の跡を見間違えていた可能性もある。顔に火傷だって。生き生きとしているところ残念だけどね。現地審査会のメンバーに顔に火傷がある人物はいないよ。もちろん僕にもね。
え、お、親父だって。あ、弓彦なんか知ってんな。これ弓彦、黙っててくれる？バカならバカらしくね。普段は旗迷惑の一柳くんだが、今回ばかりは感謝しよう。息子である彼のあの反応は何よりも真実を示している。おかげで私も自分の推理に自信が持てる。正体不明の証拠品が誰のものでだったのかを。あのケンジさん、どうされたのでしょう。いつもならば誰よりも遅く真実にたどり着く一柳くんだが、今回ばかりは分かってしまったのだろう。自分の父親が犯罪者であるとな。真実を知ったから彼は苦しんでいるのですね。真実を知らなければ苦しまずに済んだのに。三雲くん、私たちは真実を追い求めるためにここにいる。推理の過程がどうであっても大事なのは真相にたどり着くこと。以前君は推理に迷う私にそう言って道を示してくれた。今度は私が君に示そう。君が無実だという真実を。私も真実が知りたいです。教えてください三剣さん。うむ、その息だ。あはははは、はは、無理だよ君たちにはね。だって僕のどこに火傷があるって言うんだい。どこにもないじゃない。僕が犯人だっていう証拠はさ。そうだ、矛盾なんてない。矛盾なんてするわけないんだ俺の親父は。一柳くん、認めたくない気持ちはわかる。だが真実から目をそらせば永遠に後悔することになる。親父、俺はどうすればいいんだ。はあ、なんでこんなに愚かなんだろうね。弓彦、僕を助けようと思うならもう少しさ頭を働かせてくれないとね。本当に役に立たないバカだよ。そんな。でも俺頑張ったんだ親父。親父に言われた学校に言われた通りトップで入学した。見てくれよこのジャケット、首席で卒業した人間の特権だ。親父に言われた通りにした。だから首席だったんだ。親父みたいになろうって賞もいっぱい。お前は本当にバカな子だね。テストはな、僕が頼んで全部花丸にしてもらったんだ。弁論大会も語学大会も審査員は全員僕の知り合いだったなあ弓彦。そんなことも気づけなかったお前が僕の子供にふさわしいわけがない。そうは思わないかな。あ、あ、あ、はあ。
うわ